日本は世界的に見ても一番危険とも考えられる位置にあり、2023年度の防衛費大幅増。現在護衛艦、加賀、のステルス戦闘機 F-35B 艦載改造工事が進んでおり、1番艦、出雲、と、2番艦、加賀、の2隻での軽空母体制へ。今回は、この護衛艦、出雲、と、加賀、の運用を詳しく見ていきましょう。F-35B 艦載で、戦略の見直しが図られ、ヒューガ、や、伊勢に無人戦闘機を艦載可能にするのも、一つの手段とも考えられ、防衛費がかなりの増大すると予想される。2022年8月末に、来年度、2023年度の防衛費の概算要求額が、防衛省によって決定されたが、総額は、従来の費用として、過去最大の5兆5947億円となることが明かされ、現、岸田政権が提唱している防衛力の強化を裏付ける額となった。こうして、史上最高額になった防衛費だが、さらに、これらの概算要求額とは、別枠で予算の項目のみを示す事項要求と呼ばれるものが、100項目ほどの規模で、金額換算では、1兆円に相当する模様。実質の金額はもっと多くなると予想される。今回の2023年度の防衛費の使途として大きく取り上げられているものには、尖閣諸島をはじめとする南西諸島に対する中国の著しい軍事拡張を目の当たりにし、圧力、脅威にいかに対処するのかという点に着目した装備、兵装類が含まれている。南西諸島の島々に敵の上陸を許した場合に備えては、こうした島嶼防衛に特化させた高速滑空弾の量産化を同時並行で進めることとしており、各種のミサイルを中核とした新しい防衛装備品の調達の方向が見て取れる。中でも、近年の日本政府が注力してきたものが、スタンドオフミサイルと呼称している長距離ミサイルであり、これらの一部の国産化を加速させることで、早期配備を目指し日本の防衛力全体の底上げを図るべく、予算の付与も継続されている。そうした中心的な存在であるのが、現在は陸上自衛隊が配備を進めている一二式地対艦誘導弾、地対艦ミサイルの能力向上であり、これを現状の約 200km 弱とされる射程距離を、5倍から7倍以上の 1500km まで延伸が目標である。12式地対艦誘導弾の能力向上型では、こうした射程距離の大幅な延伸以外にも、航空機に搭載する形式の空発型や、艦艇に搭載する形式の艦発型へと、発射母体を多重なプラットフォーム化する方針であり、運用形態の幅も広げることを期としている。こうした日本の防衛費の予算の中で、個別での規模の大きさ及び、期間的にも、長い時間を必要としているのが、出雲、型護衛艦2隻の1番艦、出雲、と、2番艦、加賀、の航空母艦化改修であり、2023年度予算の中にも、その一部が組み込まれている。出雲、型護衛艦は、現在の海上自衛隊が保有する中で、最大の大きさを誇る艦艇であり、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、スクリュープロペラ ×2 軸、搭載能力は最大14機の艦隊を持っている。これら、出雲、型護衛艦は1番艦である、出雲、が2015年、2番艦である、加賀、が、2017年に就役を行っていたが、当初は、ヘリコプターの運用に、重点を置いた艦で、回移点よく、機を艦載機とするヘリコプター搭載型護衛艦、海上自衛隊内の略称は、DDH として建造された。
戦闘能力は低く抑えられており、多機能レーダーやソナーは簡略化され、武装も最低限の自衛火器を除いては搭載せず、対専用の魚雷すらない。すなわち単艦では運用せず、防空能力の高い護衛艦を伴った艦隊として運用することを前提としている。海上自衛隊では、この出雲型の前級として、日向型護衛艦を日向と伊勢の2隻を2009年及び2011年に就役されており、これらが海上自衛隊の艦艇として、初の全通式の飛行甲板を実現した艦艇であった。日向型護衛艦は、基準排水量 13,950トン、満載排水量 19,000トン、全長 197.0メートル、全幅 33.0メートル、深さ 22.0メートルの大きさであり、出雲型に比べれば二回りは小さいと思われるが、広大な全通飛行甲板と大きな船体容積によって多数のヘリコプターを同時運用する能力を備えている。これによって従来のヘリコプター搭載護衛艦よりも優れたゾーン対戦線能力を実現するほか、輸送ヘリコプターや救難ヘリコプターにも対応できることから、災害派遣や国際平和活動など戦争以外の軍事作戦、水陸両用作戦の支援など多彩な任務に対応し、果たした役割は大きかった。それは、日向型護衛艦が、それまでの日本の社会的な風潮として、いかにも航空母艦しかとした全通式の飛行甲板を持つ艦艇に対し、それを海上自衛隊が保有することを禁じるかのような不文律を打破して建造された点に集約される。これがベースとなりか、E 点翼機の運用にも、全通甲板の有用性を示したことで、航空母艦は攻撃的兵器に該当する可能性があり、したがって、機能の高さで海上自衛隊が保有するにはふさわしくないとの一部からの批判を覆したと言える。しかし、出雲型護衛艦が装備している2機のエレベータのうちのサイドデッキ式の1機は、耐荷重量、寸法ともに、今後航空母艦化した際に、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の昇降が可能で、大きなメリットと言えるでしょう。設計や建造を開始した時点では、当然、出雲型護衛艦が、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることなど決定されていなかったわけだが、浸水直前の2013年7月14日には、艦載機としての配備、運用も、視野に F-35B の導入が検討されている旨を FNN が報じたが、防衛省は事実を否定していた。しかし、今後のその可能性を見越した上で企画されたことが推察され、先見性を感じさせる。このおかげで、出雲型護衛艦は、少なくはない項目の航空母艦化改修を施す必要があるとはいえ、最も基礎となる部分で F-35 ら、リトニング 2B 型の運用を担い得る前提を確保していた状態であり、今につながっていると思える。これまでに、出雲型護衛艦一番艦の、出雲に対しては、2019年から2021年にかけての期間で、全通式の飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型が、着陸時に下方へ噴出するエンジンの排気熱から甲板を防護するための改修等が行われている。また、2番艦の加賀では、こうした1番艦の出雲と同様の改修が、今年2023年3月より開始されているが、それに加えて先行して、現在上から見て、台形の形状をしている、艦首の飛行甲板を四角形に拡幅する工事も行われる予定だ。これは、これまでの台形状から四角形に改めることで、飛行甲板上のスペースを拡張することが目的であるとされ、それによって、
航空機の滑走路を長くし、艦載機の露天駐機の場所を確保し、航空機の運用効率の向上を図ることが目的とみられ、アメリカの強襲揚陸艦のような四角い先端形状にすると言われている。また、2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35 ライトニング2B 型を6機調達することが盛り込まれており、海上自衛隊では、F-35 ライトニング2B 型を総数で42機を導入予定している。最初に同機が配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊の新田原基地が配備先として最適と判断されたが、前期ではないだろう。これは、前述した事項要求にあたるため、具体的な金額は判明してはいないが、これまでを考えれば、1機およそ130億円ほどにはなるだろう。出雲型護衛艦は、水上戦闘艦として、もちろん海上自衛隊に所属しているが、艦載機となる F-35 ライトニング2B 型は、航空自衛隊の所属となり、両隊が統合的に運用を担うことで、航空母艦としての出雲型が機能する形になる。これは、イギリスの最新鋭の航空母艦であるクイーン・エリザベス級の2隻でも同様な運用形態であり、また、アメリカでも海軍が強襲揚陸艦本体、艦載機は海兵隊の F-35 ライトニング2B 型とする運用にも通ずるものがある。出雲型護衛艦の今後の航空母艦化のスケジュールは、まず、出雲が今年2022年内にアメリカ東海岸に赴いて F-35 ライトニング2B 型の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働が想定されている。一方の加賀は、2024年内に F-35 ライトニング2B 型の運用の認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終えて、出雲と同様に2027年頃から航空母艦としての本格運用が可能になるのではないかと考えられる。今年2022年からすれば、出雲型護衛艦の航空母艦化は少なくともあと5年ほどの期間を要するものとみられてはいるが、5年後の未来だと思えば、今後ますます開発が加速するであろう新たなドローンや無人航空機の普及も気になる部分ではある。ロシア・ウクライナ戦争でも注目を集めたトルコ製の長時間対空型無人航空機、バイラクタル TB2 だが、製造元のバイカル社がトルコ空軍用に製造したものだが、トルコ海軍の強襲揚陸艦向けの無人航空機の開発もすでに進めており、今後の実戦配備にも注視すべきだろう。